こんにちは、中村文です。この度紹介させていただくのは天下四国シリーズ全5巻です。大山脈に囲まれた4つの王国を常に傷持つ英雄たちが旅をして巡り、いくつもの危機を乗り越えていく中華ファンタジーです。同じ過程を繰り返し、それでも少しずつ良い形を目指していく伝統のある王国にはそうした循環があってほしいように思いました。本当の危機が訪れた時は起爆剤のような人物に登場してほしい。ヒガたちには今までの鬱憤を晴らすように活躍してほしい。そんな思いを込めました。どこか超然とした雨春と、切れる時はきちんと切れる越の王后陛下が好きでした。遊びが入れられる脇の登場人物は書いてて楽しいですね。氷川れい子先生のエフェラ・エンド・ジリオラシリーズが好きでした。タイプの違う女性2人が繰り広げるちょっと辛口のファンタジーを大変楽しませていただきました。死んだと思わせ逃げるしかできなかったかつての少年王は、祖国を取り戻し傾いた天下四国の問題を解決へと導けるのか、そんな胸躍る政変冒険物語を楽しんでいただければ幸いです。最終巻、トアの旅人天地の断りは、そんな主人公たちの旅の集大成となります。罪を償い、悲しみも苦しみも十分すぎるほど先払いしてきた彼らに幸あれと願い書かせていただきました。ぜひご一読ください。